犯罪感半分ずつ分けるどうもーって言わないどうもーって言わないさあ、今月のマンスリーゲストは、タオヤメオーケスター、よろしくお願いします。半年ぶり1年経ってないし半年おきに出てきてますけど、定期的にそうしてる。それも12月の約束ってこと？夏、冬、夏って来た、うん、今私ね、今ヘッドホンショットしたけど誰もしてないんだよ。いや、本当にしたけど、しなくていいの？いや、しなくていいの？さっき聞いて、なんかしないと、しない方がこのヘッドアクセが生きるんで、本当したくないんですよ。そうだけど、みんなラジオなのでおしゃれなことしてる。おしゃれ重視だよ。おしゃれ重視。それはそうだ、新衣装になりました。一緒な感じがいいからさ。さすがです。かわいいこの衣装、ね、そう何色になるかなって言ってね。もういいのキリンさん、緑にんかどうでもいい。緑に100票入れたんだここに100票どこ行ったよ。それさ、不安がとりあえずみんなさ、はい、100票ずつ持ってたから、もしかして。いや、もう私が1000票ぐらい持ってたそうだったのか。逆に争っていた。実はでもね、緑っていう人多かったですよ、お客さんの中に。緑だけじゃない、私緑とピンクの組み合わせなんです、うん、ああ、言ってましたね、かわいい。今度それ格好してきて、これだからって言うからライブにそれ着てってやるから。全然ないよ、狙ってやる。いやでもかわいい。ありがとうございます。あのみんなほら、それぞれちょっとずつデザイン違うのが、はい、これがまたかわいいんだよね。よちょこっとのね、うん、ポイントが可愛いの。このレースとかリボンとかね、みんなちょっとずつ違って、今日の3人もかなり違いますよね。違いますね。いろいろあるんですよ。ユーストリームで見ていただいてる方にはね、写真とか様子が。またこのさ、あの紙になった時も可愛いよね。ね、そう。もうでもこれね、そのアーティスト写真を一人ずつ撮ったのを合成して18に並べてるんですよ、これ。そうなの？そう。だってまさかこんな、みんなだって絶対半目が半開きの人いるじゃないですか。18せーので撮っても絶対いる。私のクリスタの目の前に出したから、半目立ってたから。やらかしちゃう人いるよね。一人ずつ撮ってそのベストショットを。そう。え、でもその技すごいね。まあ、ちょっとね、デザイナーさんに協力してもらって一緒にやって、でもなんか私の二の腕を細くしてほしいとか、ね、あんまり言わないですけども、そういったこともね、まあ、ちょこちょこあったかもしれないから。下からライトちょうだいとか。そうそう、なんかシミは消すとか、シミは消すみたいな。自分で消しなさいよって。いや、シミ白くない、私ミジロくないって。足長くした足長くした人もいるっていうね。まあ、それはどさて誰でしょうっていうのね、じっくり見てる。本人じゃなくなるじゃん。もうね、全員モデルみたいにね、最終的になりそうだったけど。いや、かわいい、はい、あのね、ちょうどですね、この衣装をお披露目したのが5月9日で、うん、あのこの CD 発売のワンマンライブをやったんですけど、その時に初お披露目で、制作したのはあのレコーディングしてる時に作ったんで、2月に作って、うん、あ、言ってたよね、この間さ、1月に来てくれて、これからすぐに入りますって。もう、ね、40メートルの布買ってきて。いや、すげえ。どう、そう、だから私さ、はい、本気で、はい、私が言った色に決まったら布をプレゼントしようと思ってたの。おー、悪いなぁ、言っちゃったしなぁと思って。いったんすかとか思ってた。確かに、工場から直送してもらわないと。で、そう、なんとなくこんな感じが決まってたから、はい、アクセでもプレゼントするかと思ったけど、うん、みんなは考えるじゃない、みんなで見てたら。いや、いろいろありがとうございます、ね。
いや、とにかく参加しようと思ってる。いや、さすが、大川。いやいやいや、だってほら、クリスタルね、エコヒー気度がますます年々ひどくなってきてね。ひどくて。よくじゃなくて。ひどいんだ。なんだ、わがままになって。わがままでさ。ダオヤメジプシー、ダオヤメジプシーって言われてる。1、2、1、2そうからね、言われたの。他は考えたりしないんですかっていうから、うーんとね、どうかなとか言ってた。ありがたいですね。リデコなんかだから、うん、どっちにもいるからずっとだよね。ずっぱりですよね。さすが、リデコは。じゃあ今日は3人の、はい、タイトル的には何ざんしたっけ。今日はですね、まあ、せっかくなんで、まあ、新衣装についてちょっと、衣装トークね、あとですね、まあ、先日のと、はい、ライブそのレパーツワンマンもあったんです、うん、5月9日に渋谷でやって、うん、一昨日も実はライブやってて、うんうん、それ地震があった時ね、だったね、最中、そう、どうしたの、止まった、なんか普通地下だからそんなに揺れないんですよね、地震あっても、うん、普段は。でしかも演奏してたらほとんど気づかないんですよ。だけど気づいたよね、今回、うん、なんかあれなんか、うん、あ疲れてんのかなって思ったんですよ。ただね、ミラーボールがねそう、ボーンって揺れてて、これはやばいと思って演奏止めた。そう、だからタワヤメが始まる前にちょっと小編成で別のライブをやってた時に、ただこれからタワヤメのライブ始まるよっていう時に、私とサオリンはステージにいて、うん、マリナラは客席にいたんだよね。客席に見えた見えたすごい揺れてたんです。すごい揺れてた。で一回止めて、うん、まあ、一応ちょっと大丈夫だから出て途中で再開してみたいな。さすがぽよ。雨の五条やってたんだよね。うん、そうそうそうだった。雨はーさーってなって、はい、うん、最初から、ね、最初からやって、一、うん、番からやる。お客さん得したよね。どうですか。確かに聞いたから。確かにね。二回目だね。いやでも覚えて若いからね。でもやっぱライブ中だったからそんなに大事じゃないと思ってたら、終わったら電車止まってるってめっちゃ言ってたからね。私も長男にしがみついてはどこにも行かないでみたいな感じあ、そんな感じだった。結構あ物も大丈夫でしたか。ガッシャー、物も大丈夫だったね。犬たちも全然別に、私が触るからどうしたお母さんみたいな。ワンちゃんとか絶対ね、ねえ、ほえそう。吠えた、吠えた子もいたよ。あ、うん、何匹いるんですか。いっぱいいっぱい数えられなかったね。1、2、3、4、5、いっぱいって。ここまでしか数えられなかった。すごい。あ、じゃあみんな結構カオスになっちゃうし、地震とかあったね、しょうがないよね、ライブ中だってなんだって、びっくりした、自然なことだからね。うちもね、ライブハウスは何事もなかったんで、無事終わりました。無事終わった。はい、さあ、なんか衣装にぴったりな楽器まで持ってきて、うん、あ、そうそう、昨日買ったんですか。そう、これ昨日買ったんですよ。そのこだわりが好きよ。買った。アマゾンプライムで買ったんですけど、アマゾンプライムに入ってるとポチッてしたら浴室と届いちゃうから、もう便利すぎて、どっかで待機してんじゃないかと思って、ね、家の裏にずっといるんじゃないかなみたいな。そう、もうだからこれ着て。今日はその子が主役？ですね、あ、そう、タワヤメのオルケストラ18人いるんですけど、うん、この和音が出せるのが、うん、マミさんしかいないんですね、ピアニストの。でいつもこうやってラジオでよく来る、呼ばせていただいてるんですけど。うん、和音ないとちょっとなんか困るって時があるから、ちょっとデビューです。今日デビュー戦デビュー戦ちょっとね、後で、まあ、ちょっともうちょっと後で、はいはい、あ、先にあの CD を、ね、1曲聴いていただいて。はい、わかりました、はい、じゃあお願いします。打ち合わせしてなかったね、そういう感じで。何やってたんですか。衣装の話だけをしてる。おまけで衣装かなんかやっちゃって。事件ですって感じ。事件ですね。山本成長物語。ああ、いいかも。どんな番組か。事件ですね。ああ。
それをラジオで初見で読めたらって、まさに。